パイダーマンホームカミング。何回リブートすれば気が済むんだよな。リブートしまくりのスパイダーマ。スパイダーマはサムライミのやつがとても面白くて、主演のトビーがもうスパイダーマしたくないってことで、リブートしたら、今度のリブートはあまり面白くなくて、で今度は中学生のスパイダーマしようぜってやって大ヒットした映画なのぜ。スパイダーマの流れはスーパースパイダー研究施設に社会科見学に行ったナードの主人公は、そこで偶然スーパースパイダーに噛まれてしまって遺伝子が変化してスパイダーマになる。その後なんやかんやあってヴィランが現れてやべえことを始めるから、スパイダーマなんとかしてくれよっていうのが一連の流れです。この新生スパイダーマの何がすげえかというと、スパイダーマの引きであるワイヤーアクションを全部やめて遠目のアングルの画角固定で撮影するという部分。次に弁おじさんを消して主人公がスパイダーマになるというイベントを、普通なら10分とか使う部分を2秒に短縮したところ、たった一言噛まれたって言わせて終わらせているのぜ。この部分は英断だったし、リモールとベネなのぜ。最後に主人公の性格をおしゃべりクソナードなティーンっぽい感じに仕上げている。ティーンっぽいんだけど、ギリギリ大人が見てイラッとするような性格にはしていない部分のバランス感覚もディモールとベネ。もう一つ言うと保険としてアイアンマンとかその辺のやつを出す工夫もされているのぜ。サムライミのスパイダーマと同じくらい面白い。今回のヴィランは元バットマンでマクドナルドの創業者なのぜ。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録。